はい、こんにちは。庄島良志浜湯です。ですね、もうこの居酒屋は最後ということで、まあ、最後にですね、臨時営業を6日間やっていきたいんですけれども、今日早速高松にやってきて、これから仕込みや買い出しややっていきたいと思います。頑張っていきましょう。レッツゴー。じゃあいろいろやっていきます。ちなみに今日は2オペです。はい、じゃあ大体3時間ぐらいで仕込みが終わりました。じゃあ営業までちょっとだけ時間ありますが、待ちましょう。そして私は早くも氷菜サワーを飲みながらやってます。いやー、今日お客さん来るかちょっとどんなんだろうって感じですね。久しぶりの営業なんで微妙です。はい、じゃあ準備が整いました。まだ3時過ぎですが、もう暇なんで開店したいと思います。当然お客さんは現在0人、店の前も人が全然いない。久しぶり。きつ、不吉だ、不吉すぎる。OK。じゃあ一人目のお客様来ていただきました。精一杯もてなしたいと思います。本日はありがとうございます。ごちそうさまでした。めちゃ美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。すいません、本日はありがとうございます。ありがとうございます。いかがですか？めっちゃ美味しかったです。よかったです。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。はい、じゃあ、お客様にビールいただきました。ありがとうございます。いただきます。いただきます。美味しい、美味しい。最高です。いかがですか？めちゃくちゃうまいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。11時半。ふぅ。終わった。はい、じゃあ今12時ですね。無事に営業が終了しました。今から片付けして終わります。結構居酒屋終わりはね、ほんと片付けがね、大変だったりしますけど、頑張っていきます。すいません、視聴者さんにいただきました。いいチコ。ありがとうございます。はい、じゃああれから 4,5 杯飲んできて帰ってきました。で、今日の売り上げがだいたい14万ぐらいですね。まあ、売り上げと聞くとちょっといやらしいかもしれませんが、それだけ皆様に幸せを届けれたということで大変満足しております。じゃあ今日は寝ます。おやすみ。はあ、じゃあ今日はこのコンクリートの床で寝袋で寝たいと思います。ホテル代がもったいないからね。じゃあ寝ますね。おやすみ。コンクリート。はい、おはようございます。起きたふりです。いや、むくむくむっちゃんですね。ちょっと飲みすぎましたね。じゃあ動きます。寝心地最高でした。はい、じゃあお風呂入れてないんで、今からちょっと温泉行きます。その後買い出しをして、店舗の掃除とか、まあお釣りとかですね、お金の準備とかして仕込みをして、また営業です。いや、温泉最高でした。今日も頑張れそうです。はい、じゃあ買い出しです。
はい、じゃあ開店しました。まあ開店したといっても仕込み中にもうすでに8人のお客様が来られてですね、順調でございます。2時から開店しております。何時までするかはもう適当です。閉めたくなったら閉めます。はい、急にお客さん来なくなっちゃったんで、デュアーズ12年ロックいただいております。うん、いいじゃん。おいしい。おいしいですか。おいしい。おいしい。はい、じゃあ今日も無事に終わりました。営業開始2時から12時まで10時間働いて、まあ15万5000円ぐらいでしたね。15万5000円分の幸せをお客様に届けることができましたというわけで、まあ疲れましたけど、今日は帰りたいと思います。お疲れ様です。足の裏が痛い。はい、今日はですね、僕が癒着している企業の、カオロクエルステージさん高松にやってきました。和室も非常に綺麗です。ここに今日は泊めらさせてもらいます。ありがとうございます。とりあえず温泉まで時間がないので急いで行きます。いや、マジ最高でした。でここは何より風呂もね、いろいろあるのと、一番いいのがサウナがあるところ、最高です。いや、マジ最高でしたね。やっぱサウナと温泉がついてる風呂は完璧です。ほんで1時までやってるんで、1時じゃないわ、12時か、分からん、そこは調べてください。ほんでタコハイ、最近ハマってるやつ。いや、2日間お疲れ様でした。自分に乾杯。ああ。というわけで2日目終了です。お疲れ様です。また来週ですね。おやすみなさい。ありがとうございます。起きて風呂入ってきました。最高のホテルでした。ありがとうございます。で、今からですね、居酒屋に戻って、まあ、来週のね、臨時営業の準備をしてから帰りたいと思います。行きましょう。はい、とりあえず食い飲みまくってます。死にかけです。以上です。お疲れ様でした。パパ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 パ。はい、おはようございます。あれから1週間が経過して、今次の土曜の朝3時です。今日はですね、居酒屋で使うおすすめメニューの魚を取りに来ました。張り切って食っていきましょう。おお、やだ、いきなりデカタイが、デカ。
そったね。はい、じゃあ魚外して帰ってきたんですけれども、問題はこの赤エイたちですね。外すの大変です。はい、じゃあなんとか外すことができました。で、取れたものがこのでっかいマダイとアマテガレイと、まあいろいろですね。それからタイとウマヅラハギが5、6匹それからグレ、メジナですね。よく取るわ。で、今日はこれを居酒屋に持っていこうと思います。はい、じゃあ帰ってきて風呂に入りました。今5時半でございます。とりあえず1時間だけ、ちょっとあれして仮眠しようかなと思います。おやすみ。はい、おはようございます。というわけで1時間だけ寝ました。最後。はい、じゃあ10時です。店舗にやってきました。今から仕込みをやっていきます。今日もニオペです。ただですね、僕のおばさんが皿洗いに来てくれます。サモペか。はい、というわけで仕込み終わりました。休みほぼなく、もうほんまにずっと動いて、10時からなんと2時までねかかっちゃいました。まあニオペっていうのもあるので、やっぱしっかりとね、もうちゃんと仕込んどかないといけないんで、いやー疲れた。でちょっと休憩してからもうお店開けたいと思います。はい、それでは2時半開店したいと思います。ちょっと早いですけど、来るかな。とりあえず自己決起としてビールを入れてます。まだお客さんは来ておりません。はい、最初に お二人がご来店されました。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。はい、営業終わりにラーメンとチャーハン食いに来ました。腹減った。そしてビール。そう、ありがとうございます。はい、じゃあなんやかんや結局ラーメン食ってしまって、癒着しているホテルのカロークエルステージさんへやってきました。明日に備えたいと思います。今1時半ですからね、早く寝ないと。おやすみ。おっす。ペペ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 。はい、おはようございます。というわけで起きて居酒屋に来ました。今10時半ですね。早速仕込みをしていきたいと思います。はい、というわけで1時半になりました。とりあえず仕込みが終わったんで、まあ、2時ぐらいからぼちぼち開けていきたいと思います。昨日は大変だったからね、今日はもっと万全に仕込みました。時間かかったな、頑張ろう。ちなみに今日のおすすめです。それじゃあ開店します。お客さん来ないんで暇なんで1本目。でこの間もひまひま言ってたら急に増えるんですよね。はい、じゃあ11時になりました。営業は今日は終了しました。お客さんもいなくなりました。お疲れ様です。今日の売り上げはほんで17万ぐらいですね。なかなかいい売り上げでした。多くの方に喜んでいただき感謝です。はい、あれからですね、ちょっと飲み、明日が営業ないけど思ってるの。じゃで今日の宿泊ホテルもカーロックさんです。おやすみなさい。帰ってきました。心に
きます。あの、混入してる、異物混入してるチリ麺。あ、うまそう。多分もうこれ処分で大丈夫なんで。はい、帰ってきました。で、池田の組合さ組合さんでチリ麺いただきました。ありがとうございます。これ高いけど美味しいです。はい、というわけでいよいよ最終土日の朝でございます。でね、このもう高ぶってね、あの最後の居酒屋ということで高ぶって寝れなくて、昨日というかまあ今日のね夜中の12時から起きてるんですけれども、まあこの起きた状態で朝の5時半の船で高松の方に行って仕込みとかねしたいと思います。その前に筋トレですね。今日は三頭筋だ。とりあえずトレ後に卵ご飯食べてエネルギー補給だ。もちろん宣伝も忘れない。ちなみに海苔も高タンパクだ。うまい。はい、じゃあ6時半高松に到着しました。今から加工センターにサーラを取りに行って、で居酒屋行って仕込みたいと思います。醤油ネム。はい、じゃあ今日も居酒屋やってきました。それじゃあ早速仕込み始めたいと思います。はい、今9時半です。で仕込みの途中に買い出しに来たんですけれども、初回の居酒屋で痛めたね足の裏というかかかと周りがもうめちゃくちゃ痛くて歩くの難儀してます。まあなんとか気合で乗り切るしかないですね。で仕込み終わって次はサイトに載せる写真のあれを撮ってます。はい、それじゃあ仕込みがだいたい12時ぐらい終わり、12時に終わりました。まあいろいろやってたんで7時から5時間もかかっちゃいましたね。その代わり完璧です。で今からちょっと大船丸をどうするかの打ち合わせがあるので、先方と打ち合わせしたいと思います。はい、じゃあ打ち合わせが終わって今1時ですね。でさっきの方がもう来られるのでもうこのままの勢いで回転しちゃいます。だいたい12時までだからあと11時間ですね。頑張ろう楽しい。さあ気合い入れてやるかいな。で居酒屋ではですね、これ酒をね先に通して苦味が出てないからテイスティングが必要なんでちょっといただきます。あ、美味しいですね。これもあくまで仕事の一環でございます。うん、漁師の炊き込みご飯も美味しそうだ。でポテトサラダとかなんかスパゲティとか魚もいっぱい切りました。投資とか西貝とか準備は抜群です。あとはお客さんが来るのを待つだけ。飲みながらね。でさあのプレーンの方もテイスティングです。本日一組目のお客様です。ありがとうございます。ありがとうございます。何頼まれたんですか。ハマチとサーバーですね。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。今現在3時47分。はい、じゃあ12時になってラストオーダーになりました。東京での友達ご夫妻も来てくれてます。終わったー。ふー、お客さんいなくなりました。いやー、12時20分。長かったですね。で、なんとですね、今日はほんまに最高記録。サンペって言ったら過言でもないぐらいで30万ぐらい達成しました。いやー歴代最高。もうめっちゃ疲れたけど、まあ、その分たくさんの人に幸せを届けてということで、とりあえず今から片付けして終わりたいと思います。ただね、あの仕込み分がもう一気に吹き飛んだんで明日もまた仕込みがめっちゃ長い。でも飲みましょう。お疲れ様です。はい、で今日荷物が届いてですね、視聴者様がね、あの大船丸大変な決断だったと思うということで、打ち上げ後に純米大吟醸を飲んでくださいということで、ハッピーターンも食ってくれということで、お土産いただきました。ありがとうございます。はい、居酒屋終わってめっちゃ飲んでおります。いやー今日はめちゃくちゃ疲れました。で明日が本番なんですけど、明日は本当の最後です。で今現在2時、3時には寝れないか、3時半に、4時ぐらいに寝たいと思います。はい、おはようございます。起きたふりです。もくもくむっちゃんでございます。あ、今何時、11時。いや寝不足働きすぎね、完全に伸びすぎちゃいました。今から仕込んで最後のラスト営業
頑張りたいと思います。これでできるのかよって感じですよね。やればできます。あ、目ももうなくなっちゃう、目も落としちゃった、うん、で目が覚めるといつものようにやっぱあるんですよね、これ中華丼。え、入ってるのに1ミリも食ってねえ。まあでも時間もないから急いで食っていくか。ね、はい、それじゃあ居酒屋向かっていきたいと思います。いや、昨日の寝不足より二日酔いの方がしんどいですね。状態異常状態ですね。頑張りましょう。仕込みに行きます。はい、じゃあ仕込みしていきます。今日は妹が、昨日も来てたけど撮る暇なかった妹末っ子です。イエーイイエーイ。はい、3時半です。仕込み終わりました。いや、二日酔いでめちゃしんどい。昨日より全然しんどいですが頑張っていきます。最後の営業です。レジを覚えてます。東京のご夫妻と親が来ました。飲みながら営業中です。洗い物をする妹。こっちだよ。そして今日もたくさんのお客さんが来てくれてます。ありがとうございます。はい、今日はまあまあ忙しいぐらいの感じでございます。昨日に比べたら全然です。で、今日視聴者さんが来ていただきまして、はい、ネノシンと申しまして、はい、ぜひこの CD 浜谷さん聴いてください。ありがとうございます。お願いします。 CD いただきました。ありがとうございます。レッツゴー。はい、こんな感じでお客様からドリンクをいただきながら営業しております。ありがとうございます。はい、こういうこともありますと、サインですね。はい、というわけでやっとお店終わりました。いやー、今日はマジで二日でしんどかったです。まあお客さんもいっぱい入ってくれてありがとうございます。本当にもう感謝感激、雨やらしちゃいそうです。もうね、おかげ、今日の売り上げなんですけども22万ということですね。たくさんのお客さんに喜んでもらえることができました。ありがとうございます。じゃあ最初になんとかなんとか、おやすみ。いよいよ最後の営業終わりました。ここも終わりかというと感慨深いですね。本当に多くの人に幸せを届けれたんじゃないかなって思います。で、まあ当時からね、協力してくれたスタッフの皆様含めいろんな人にね、協力してもらって本当にありがたいです。その人たちのおかげで来てくれた人がやっぱ幸せになってるんで、それだけですね、ほんまに。最後お腹すいたんでラーメン屋行きました。うめえ。はい、おはようございます。沖田フルでございます。昨日は飲みすぎたで、まあ、とりあえず今から居酒屋行って片付けですね、いろいろ。めっちゃ掃除機かかってますけど、ホテル川六さんありがとうございました。それじゃあこういうメニュー表の中身とかね、もう片付けという一口に言っても山ほどあるんで、ゆっくり片付けしていきます。浜井さん、はい、捨てるんですか。もったいない、もったいない。最後まで飲まないと。うん、おいしい。CM かな。家でペンがない問題一気に解消、やばい。はい、じゃあ小豆島帰ります。ありがとう、足を持ってくれて助かったぞ。マジ痛かったね、これ。当然酒飲みながら帰ります。酔っ払っちゅう。はい、じゃあある程度片付けして小豆島も帰ってきました。で、泥酔してたんで寝てましたね。ちょっと軽い打ち上げでニンニクでも食いたいと思います。焼肉飛牛さんです。アサヒスーパードライ。はい、というわけで2日間お疲れ様でした。
前。焼肉焼肉お腹がぐはい、じゃあ帰ってきました。今日はめちゃくちゃ飲んでますね。鹿児島アイボールタイム、こっちか、よし。じゃあ明日、いつかわかんない、あれしますね。さよなら、おやすみ。はい、というわけでこの3日間お疲れ様でした。少ない人数だったんでめちゃくちゃ忙しかったんですけど、本当にね、多くのお客様に来ていただいて、感謝感激雨嵐でございます。それじゃあ売上最後発表していきたいと思います。まずですね、8月19日が14万406円、で8月20日が15万9929円、で8月26日19万3134円、8月27日17万3158円、で9月2日最高売上、お店が始まって最高売上が34万3614円、それから9月3日が21万9905円で、最後にですね、クラファンのチケットを持ってきていただいた方の、まあ、その売上が79500円で、最終的な合計が6日間で1309646円というわけで、ありがとうございます。これだけの売り上げを上げたということは、これだけで皆さんに喜んでもらえて帰れてもらえたのかなと思うと大変感慨深いです。まあ、最後の最後に一花火大花火上げることができてよかったです。でお店の解体にまあ多分200万ぐらいかかるんで、そこの利益、出た利益っていうのはそこに当てさせていただけたらなと思います。というわけで本当に短い間ではございましたけど、皆さん応戦丸をありがとうございました。本当にありがとうございます。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. Bye bye.